こんにちは、ムーです。本日もね、花水木文学記念館からお送りしております。今年読んだ本で振り返る2018年文学的一人忘年会、まあ単に今年私が読んだ本をお話ししていくっていう動画です。この1年間で何冊ぐらい読んだんですかね。ちょっと私は本読む速度が非常に遅いので、文学 YouTuber なんてね名乗っておきながら読んでる本の総数がめちゃめちゃ少ないんですよ。今年もね10冊いってるかいってないかぐらい、それは言い過ぎかな、でも本当に少なくて、今一通り今年読んだ本をご紹介した後に一番良かった本をベスト3みたいな感じであげたら面白いですかね。ねえ、もう年末ということでね、忘年会の季節ですけども、私はこうやって一人寂しく今年読んだ本を紹介する動画を作ってるわけですよ。まあでもこの1年間をね、読んだ本によって振り返るというこのチャンネルの1年を締めくくる動画としては、まあ、非常に合ってるんじゃないかなと思いまして、ねえ、皆さんどんな年でした今年は。私は何を言ってもこのチャンネルですよ。始めた当初はね、2桁にも満たなかった登録者様の数が今や1290名。いやー、来年どうなっていくんでしょうね。もう私の頑張り次第にかかってると思うんですけども、まあ、何を隠そう、このチャンネル自体が、その私この自分自身がね、その本を読む順番、ここですよ、これをねきちんと意識するために始めたっていう側面もあるんですよ。文学マップっていう形でね、このチャンネルはその歴代の文学作品を100冊に絞り込んで、その作品を1冊ずつ動画っていう形でお話ししていくことによって、徐々に文学っていうものの輪郭をあぶり出していくと。まあでも私も長いこと文学作品と呼ばれる本をたくさん読んできた中で、結構その読む順番が適当で、例えばね、結構19世紀の作品に偏ってる、1800年代バルザックとかドストエフスキーとか、文学マップを作ることによって、あ、俺全然1600年代の本読んでないじゃんとか、1700年だってもっと読んでないなみたいな、そこら辺が見えてきたんで、まあ、その自分自身の読書の方向性っていうんですかね、まあ、初期の頃の動画でもちゃんと伝えておりますけれども、文学マップ100作の作品の中でも結構私読んでないやつあったりして、だから偏ってるんですよね。だからきちんとその歴代の文学作品を順々にこう抑えていってるかっていうとそうでもなくて、まあ、やっぱり1800年代1900年代の作品が多めなんです。で、まあ、欲しい本あるとすぐに買って、こうやって本棚に入れていったりしてるんですけれども、まあ、積読って呼ばれるやつですよね。だからある本読み終わってさ、次どの本読もうかなと思った時に、結構適当になその目についた本を手に取ってそこから読み始めちゃうんですね。まあ、やっぱりね、その古いものからきちんと押さえていった方がいいと思うんですよ、私は。っていうのは、例えば、まあ、1800年代の文学作品であれば、それより以前の1700年代、1600年代の作品から影響を受けてるわけで、やっぱ引用なんかも出てくるわけですよ、その前の時代の有名な文学作品ね。ちゃんと読んでおけば、あの作品からの引用じゃんって分かって、まあ、よりその読書は楽しくなると。だし、これから新しい作品、近畿の2000年代以降の作品読むときも、やっぱり当然それより前の時代、1900年代、1800年代の作品からの引用はバンバン出てくるわけで、まあ、オマージュであったりとかね、パロディであったりね、まあ、そこら辺も、まあ、より古い時代の作品を抑えていくことによって、まあ、こう読みながら察しがついたりとか、広がるわけですよね。だからこう自分自身にきちんと、まあ、適当にね、目についた本を読み始めるんじゃなくて、より古い作品から順番にきちんと読んでいかなきゃな、そういうその読む順番をね、まあ、こうやってチャンネルでさ、紹介しますっていう立場を定着させていくことによって、あ、そうそう、ちゃんとこの作品読んでおかなきゃって、今ちゃんと、まあ、文学マップで言うと1700年代の作品はようやくマップの中の作品では制覇できたかなっていうところまで、だからね、結構ね、基本的すぎる作品とか読んでなかったりするんですよ、私。こんな文学 YouTuber なんてね、名乗りながら動画で文学作品紹介してる立場なんですけれども、結構スカスカで、まあ中でも特に、お前それ読んでないと話になんねえだろみたいな作品、今年は結構抑えることができましたよ。まずはね、何を言ってもこれですよ、フランツ・カフカ、城。これはね、まあ、言うて1900年代の作品なんですけれども、いや、これ読んでないとダメでしょっていう作品ですね。まあ、カフカといえば変身っていう作品がね、有名ですね。朝起きたらなんか虫になって起こしに来た家族大騒ぎみたいな、なんか YouTube で書評動画なんか上げてる人もよくね、取り上げたりしてますけども、正直僕はあの作品はあんまり面白いと思っていなくて、これですよ、カフカの城はね、すごいですね。だから私はこれ読み始めて、まあ前の動画でもご紹介した通り、私は通勤電車、それから通勤のバスで本を読むんですけれども、まあ、いつものように仕事帰りにこう通勤電車バスとこの作品読んで、自宅の前のバス停に泊まって
本閉じてバス降りて620ページぐらいある作品なんですけれども、だいたい150ページぐらいまで読み進んだところかな。バス停にベンチがあったんで、50ページぐらいちょっと読んでもわーみたいな。夜の7時半ぐらいかな、ベンチ座って、まあ、迷惑なんだけどさ、50ページだけと思って読んでたらさ、止めらんないよね。200ページ、250ページ、300ページって進んでって、ああもういいよ、もう全部最後まで読んじゃないです。600ページぐらいまで読んでね、ああ面白かった、なんでこの作品と思って、スマホ見たら1時半。どんだけ集中してたんだって話ね。まあそれぐらいこの作品面白くて、なんで今まで読んでなかったんだっていう悔しさがね、非常に読んでほしい作品。ある男がある城下町に到着する。で夜で雪も降り積もってて、宿屋があって、ちょっと止めてほしいんだよ。部屋全部埋まっちゃってる。ちょっと坂場でよければ藁布団を貸してあげるから、そこ見せていいよ。ストーブが消してあったかいと、うぞうとしてたら、ある男が近づいてきて、お前許可証はみたいな。ないっすよ。いや、この町は城下町で、全てのことに対してお城からの許可証がいるんだよ。お前許可証ないの、許可証を見せようとすらしていなかったよねみたいな感じで、この宿屋でこうちょっと悶着が起こって、でところがこの主人公の男もまた不思議なやつで、妙になんか堂々としてるというか、自分のこと測量士だってな、派遣されてこの町に来たんだって言ってるんだけども、なんか読んでいくとね、それすらも怪しい感じがちょっと漂ってくるっていうか、だから異様な雰囲気のするこの城下町、あらゆることにこのお城からの許可がいるけど、なかなかそのお城とのこうコンタクトが取れないみたいな。でそこに紛れ込んだ一人の男、この男もなんか異様な雰囲気を漂わせてるわけさ。でなんかちょっとずつなんか謎がこう明らかに、この街のなんか詳細というか謎が明らかになっていきそうだけど全然明らかにならないみたいなさ、ギャグなんだよねこの作品。なかなか具体的なこと言わないギャグみたいな、何なんだよそれみたいなさ、もう気になって気になってページめくっちゃうっていうね、そういう作品ですよ。でも読んでる方としてはこの主人公の目線で読んでるんだけど、この主人公自体もなんかこいつもひょっとしてなんか信用できねえんじゃねえかみたいな、 なんか隠してるぞこいつみたいな、あれみたいなね。実はこの作品未完なんですよ。途中で終わっちゃってる、変なとこで終わってて、まあ、その変な終わり方もまたなんか良くてね、いやすごいいい読書体験できたなっていう、これ非常に印象残ってますね。長時間バス停で読んでしまったっていうか、ね、今更そんな作品読んでんのシリーズその2 こちらチャールズ・ディケンズ大いなる遺産。大いなる遺産っていう作品名は、おそらくそこまで文学作品読まれない方でも名前ぐらいはね聞いたことある作品だと思うんですけれども、いやこれを今まで読んでなかったのは相当やばかったなっていう。で私今まで自分が読んできた文学作品をエクセルにバーってリストで書き出して1個ずつ何となく点数を振ってみたんですね。これ100点です。いやもう完璧、これぞ文学って感じでね、もう全てが詰まってる。文学作品っていいなっていう要素がもう全部入ってる。でまあその評論家によってはこの作品のことをそのストーリーが主人公に都合よく展開しすぎだと言ってたけど、まあでも芸術作品ってそういうもんじゃん。ある程度はね都合よくこう展開していかないと話のリズムというかね、まあ、そんなことでしたらそのこのチャンネルでも以前紹介したバルザックとかね、彼の作品はねやっぱストーリーのその展開のさせ方が魅力の一つだけど、まあそれは結構ねいやそれはねえだろうみたいな都合のいいどんでん返しみたいなのが結構バンバン起こったりするんでね、そこら辺は否定されてしまうと文学そのものが楽しめなくなっちゃうんじゃないかなって。物語はある少年ピップ、何歳ぐらいだろうな、自分の親のお墓の前で逃走してる途中の囚人に出くわして食べ物持ってこいみたいに脅されてっていうところから始まる、まあ、この少年ピップが青年になって、まあ、彼の一生のある一部分を物語っていくわけですけれども、最初私ねこれ石塚ひろ子さんっていう方の翻訳で読んでたんですけど、申し訳ないですけどなんか読んでてよく分かんなくてね、100ページぐらいまでのところでちょっとこれもうきついなと思って、全然その読んでて情景が頭に入ってこなかったんですよ。でそういえば別の翻訳あったなと思って、こちらですね、川出文庫の佐々木徹さん、こっちに切り替えてもう一回1ページ目から読み直したら、もうこれが非常に分かりやすいし、まあ、何より笑えるしね。チャールズ・ディケンズっていう作家は陰銀無礼な皮肉みたいなのを結構書くんですよ。まあ、よく言われるのはそのストーリーそのものよりかも途中途中で登場するサブキャラクターたち一人一人のキャラクターの造形がとても魅力的だと。なんかいろんな身分の低い人から高い人まで様々なキャラクターが登場するんですけども、どれも魅力的。仕事場ではすごく真面目なんだけども、一歩その仕事場の職場の土地を離れた途端人が変わったように陽気になってもう相談にも乗ってくれる。主人公ピップが何か相談したい時も、私職場の
時の彼に頼んじゃうんですね。そしたら彼は、まあ、この場での私はこういう風なことしかできません。それでピンときたピップが、あ、そうかそうか、職場を出た後の彼に聞かなくちゃダメなんだって言うと、喜んで力になるよって言ってくれる。こんなキャラが登場したりするわけ。もう変質狂的な異常な性格の人物もいれば、心が温まるようなめちゃめちゃいいやつが出てきたりとか、とにかくいろんなタイプのキャラクターを描き分ける。でそのどれもがものすごく魅力的で、ストーリーの主軸は、まあ、タイトルにもあるように遺産の話なんですよね。でこれ現代がグレートエクスペクテーションって言って、エクスペクテーションっていうのは、まあ、遺産って意味もあるけども、期待って意味がある。大いなる期待、大いなる遺産、莫大な遺産がもらえるんじゃないかっていう期待、この期待っていうものは常に片隅にありつつストーリーが進行していくと。どうなるんだろう。そんな中で恋愛もあれば友情もあれば裏切りもあれば、ここぞっていうところでうわっていうセリフが飛び出してくる。じっくりと時間をかけてストーリーを進行させて、さまざまなキャラクターを描き分ける中で、もうここでしかないだろうっていう、もう絶妙なタイミングでものすごく心に響くセリフが入ってくる。いやもう完璧ですよ。100点満点以外与えられないっていう作品を今年読んだっていうね、情けない話ですよ。それからこれね、文学マップありますね。1500年代を代表するフランスの文学作品、ガルガンチュアとパンダグリエル。もうね、作者のフランソワ・ラブレー、なんかねすごい変な経歴の持ち主なんですけど、結構謎に満ちた人物で、勉学に励んで、最初はね修道院の修道僧かなんかやってたのかな。その後急になんか医者になったりとかして、わけわかんないよね。で当時、ガルガンチュア大年代記っていう、まあ、高等無形な騎士道物語とかいうのかな、なんか魔術師とか出てきたりとかさ、で敵を打ち破るみたいな、まあ、さして面白くない話なんだけど、当時はこういったものが流行っていたと。でそれに刺激されて、まあ、それのパロディ版みたいなんだし、こちらねパンタグリエル、実際もっと長いタイトルだったみたいで、大巨人ガルガンチュアの息子にして喉カラカラ王国、その名も高きパンタグリエルのものすごく恐ろしい武勇伝、通称パンタグリエル。うわ、まあもうタイトルがもうふざけちゃってんじゃん、喉カラカラ王国とかさ。そういう本なんですよ。巨人族の話で、小学生かっていうぐらいのうんこおしっこ出まくりみたいな、めちゃめちゃくだらないんだけど、熱量がさすごくてさ、わけわかんない文章が延々続くわけよ。その巨人族のその一族のパンタグリエル率いるめちゃくちゃな連中がさ、方々で食い散らかし飲み散らかし糞尿を撒き散らしながら敵を倒していくみたいな。ただね、なんだろうな、このものすごい勢いでさ、荒唐無稽なフレーズがさ、もう速射砲のようにこうわーってこう書き散らかされるんだけど、フランソワ・ラブレって人はめちゃくちゃ書いてるっぽいけど、実はものすごい博学博識な先生ですからね。執筆当時はお医者さんですよ。そういう人がなんかうんこしっこくだらない小説を書いてるわけですけども、この書かれているめちゃくちゃっぽい文章をよくよく読んでいくと、ものすごい知識に裏打ちされた単語の羅列だったりするわけよ。でね、これまあ最初パンタグリエルでしょ、その父親のガルガンチュア。で実はこの2冊だけじゃなくて、第3の章、第4の章、第5の章は実はこれは作者違う人がいたんじゃないかっていう噂もあるんですけれども、一応第5巻まであって、やっぱキンキンだとこの筑摩文庫の宮下史郎さんの翻訳が非常に読みやすくておすすめなんですけれども、戦時中にね、渡辺和夫先生っていう、まあ、当時東京大学の先生ですよ、まあ、いつ死ぬかわからない極限の状況の中で必死になってこの作品の翻訳をやられてたんですね。渡辺和夫先生といえばフランソワ・ラブレーの翻訳、それは岩波文庫から、まあ、今も大きな本屋さん行けば手にすることができるんですけれども、ちょっとぜひ手に取って、ね、立ち読みでもしてみてくださいよ。まあこの宮下史郎先生の翻訳はかなり洒脱な文章で読みやすくなってるんですけども、当時のね渡辺和夫先生の文章で読むと、このうんこしっこ糞尿を撒き散らしの超くだらなく見える文章はね、ものすごい高質な文学的な文章で翻訳されてるのよ。これまたすごくてね。で、まあ、研究書なんかもいっぱい出ていて、最近私が手に入れた研究書はこちら、ミハイル・バプシンっていう、まあ、有名な文芸評論家の方の代表作と言われているフランソワ・ラブレーの作品と中世ルネッサンスの民衆文化。これはね非常に欲しくてね、7000円ぐらいするんですけども、私はでもねヤフオクと古書ネットといろいろ中古のサイトを調べ回って一回2000円ぐらいになってるのを見つけたんで、その時買いました。まあフランソワ・ラブレーについてはね、ちょっと文学マップも含めて今後このチャンネルでねちゃんと動画にねまとめたいんですけれども、それこそ以前このチャンネルに出演してくださった助田さんなんかもね非常に大好きな作品だっておっしゃってましたからね。何かこう文学好きの人を魅了するものがあるんでしょうね。ちなみにその
後の時代の文学作品、1600年代以降の文学作品なんかでも非常によく言及されてますね。この作品の中に出てくる言葉を引用したりとか、この作品を読むことによって、まあ、他の文学作品を読むときに、ああ、あれのオマージュかみたいなの分かるっていうね、そういう作品ですよ。っていうのをまたしても今年読んでる、この私の文学的低たらくっぷり。まあいいじゃないですか、今年ちゃんと読んだよね。そしてつい最近聞きました大本命、こちらローレンス・スターン、トリストラム・シャンディ。これがね、もうね、間違いなく、まあ、さっきあの大いなる遺産100点って言いましたけど、100点までいかずとも、ベスト3上げるなら絶対入るかな。今まで読んできた文学作品の中ですげえ面白い。これね、1700年代の文学作品なんですよ。で、実は夏目漱石ってね、日本の有名な文豪いますけども、彼の代表作の我が輩は猫である、あれがこれのパクリだって結構言われることがあるんですね。なんで実際、まあ、私は夏目漱石あんま好きじゃないんでちゃんと読んだことないんですけども、まあ、このトリストラムシャンティがあまりに面白かったんで、じゃあそのパクリだと言われてる我が輩は猫である、ちょっと立ち読みしてみるかと思って本屋さんでペラペラっとちょっとめくってみたんですけど、そんな似てないっす。似てないんだけど、びっくりしたのは、あの我が輩は猫であるって皆さん読まれたことあります？夏目漱石あんまりちゃんと読んだことなかったんでびっくりしちゃったんですけど、すげえなんか文章下手だなってその時僕は感じちゃったんですね。50ページぐらいまで頑張って読んだかな。めちゃめちゃつまんなくて、なんだこれみたいな。だから私は夏目漱石苦手ですけども、あのね、夢十夜っていう、まあ、ちょっと彼の作品群の中では結構例外的な夢の世界みたいなのを描いた幻想的な作品があるんですけど、それはすごく綺麗な文章で私結構好きなんですね。夏目嫌いだけどもあれは読めるぞ、あれと同じ人の文章かって思うぐらい、なんかすごい、なんかうわ下手だなって思っちゃって、まあ、最後まで読んだらまた印象変わるのかもしれないですけど、ちょっとなんかびっくりしちゃいましたね。まあ それはいいとして、トリストラムシャンディね、これはね、まあ、これもネタバレにならないようになんかこうさらっと表面的なご紹介をいたしますと、脱線しまくるんですよ話が。この主人公のトリストラム・シャンディっていう人が、まあ、40代半ばぐらいかな、私の生い立ちからちょっといろいろ話していきますみたいなこと言うんですけど、全然話が進まないんですよ。ちょっとしたことでもうすぐ話脱線させちゃうから。まず、まあ、自分の話をするにあたって、その自分の両親が自分をこう仕込んでる最中の、すみません、ね、ちょっとね、下品な話でね、書いてあるから、そういうの。そこから話が始まって、で、なんであん時俺の親父がねみたいな、そういうとこから始まるわけよ。もうちょっとこういう風に仕込んでくれれば俺はもっと優秀に育ったのにみたいな、もういいからさそこみたいな、そんなにちょっと掘り下げないでよみたいなところを延々掘り下げていく、どん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 発生していって、でもね、一応その話自体はちょっとずつちょっとずつ進んでいく。で、すぐに、なんていうの、ナレーター的にさ、作者がこう、まあ、皆さんはね、この脱線しまくる話イライラしてるかもしれないですけども、脱線を挟むことによって、ただ単にストーリーを話していくよりかも、より色彩豊かな物語に彩りが出るでしょみたいな。でも終始一貫して話を脱線させては戻し、脱線させては戻しを繰り返しながら、なぜかね、このナレーター的なこの作者の語り口がね、妙に自信満々なんですよ。本当は俺の文体に惚れてんだろみたいな、なんかそんな雰囲気の、なんなのその自信はみたいなね、なんかね、いいんですよね。で、まあ、自分のね、生い立ちを紹介するって言いながら、もうなんかほとんどその自分が生まれる前の、例えば生まれたその日当日の話を、延々とその自分の生い立ちの話を始めないみたいなね。で、まあ、この作品のメインを占めるのは、実はこのトリストラム・シャンディという主人公というよりかは、このお父さんとおじのね、トービーおじさんでしょ。で、このトービーおじさんは退役軍人で、この話の段階ではもう現役を退いてるんだけども、その現役時代に部下だった伍長のトリム、トービーおじさんのことを隊長さん、すごいもう尊敬してる、一生ついてきますみたいな感じもうこの3人が繰り広げるコントみたいな感じ、もうバカな話延々としてるみたいなね、これがね、もうたまんないんだよね。で、ある話題について話してたと思ってたら、もう全然その途中に出てきたちょっとしたことですぐに話し止めて、そこを掘り下げ始めるから、ナレーターがわけわかんない。で、途中なんかね、コントみたいなのを永遠にやったりとかね、闘病児さんの元部下、まあ、この話の時点は召使い的な立場ですよね、のトリムがある物語をこう元隊長ね、闘病児さんに話して聞かせようとして、ね、これはある王様の悲しい物語なんですって話し始めようとしたら、何？その王様悲しいのか？いや、悲しいなんていうことはありえない、ちょっとそこは言い直すんだみたいな感じで、わかりました、この話は、みたいな感じで延々と話をさせないみたいなね、もう何回も何回も話をし直させて、永遠に物語が始まらないみたいな、コントですよ、コント、まあ、これもね、今度ね、文学マップできちんと取り上げますので。そしてね、今年は何といってもその7月から8月にかけてこのチャンネルで配信したノーベル文学賞シリーズですよね、まあ、私は本当にノーベル文学賞選考っていうものに非常に興味を持っていて、断るごとに資料を取り寄せては
文献漁ったりとかやっていく中で、今回はね動画で配信しようということだったので、集めた文献なんかを読み直したりして、結構いろいろね持ってるんですけど、まあその中でも特にっていうので、こちらとかね、矢野徹さんっていうお笑い芸人のクリームシチューの有田哲平さんっているじゃないですか。あの人も実は親戚、おじさんだったっけな、すごい方だったんですよ。大学の教授されてたりとかで、まあノーベル財団の方々と直に交流をされてたみたいで、でこの矢野さんご自身も、まあ、ノーベル賞に関してすごく興味を持っている方で、断ることに今情報を集めて調べてたみたいで、その知識を一冊にまとめたのがこれなんですよ。だから非常に詳しい。ノーベル文学賞のあの先行投じたのビールマグに投票用紙入れていくとか、そういう話は実はここから取ってるんですよ。この方晩年はねちょっとセクハラ事件で、まあ、仕事も辞職に追い込まれてしまって大変だったみたいですけれども、まあこの5本は素晴らしい仕事だと思いますよ本当に。それからね、まあこれが多分今一番手に入りやすい本かな。柏倉康夫さんっていうね元 NHK の方かな、がご自身のノーベル文学賞の知識をまとめた、まあさっきの矢野徹さんの本はノーベル賞そのものについての本ですよね。これはノーベル文学賞についての本なんですよ。すごく珍しい。タイトルがその名もノーベル文学賞ですからね。でサブタイトル文芸共和国を目指して、もともとはね2012年に出てる本なんですけども、何度か改訂を重ねて、これは2016年の12月に出た版のものです。ですからね2016年ボブ・ディランのとこまでちゃんと網羅されてるわけですよ。でちなみにその日本語のノーベル文学賞のウィキペディアのページで引用されてるのはほとんどこの本からです。かっこ柏倉とかね、いっぱい書いてありますね。ちょっと見てみてください。まあ割とよくまとまってる方かな。なんか途中のね、まあチャンネルで以前ご紹介しましたけど、スウェーデンアカデミーってね、選考団体が最初にそのノーベル文学賞の仕事、選考の仕事を担当してほしいって話を振られた時に、賛成派と反対派が出て、で賛成派の中で大きな影響力を持っていたのが、当時事務局長だったカール・ダビッド・アブビルセンですね。彼の主張がね、私の動画でも紹介したじゃないですか。ここにも書かれてるんですけど、ちょっと翻訳これ間違ってんじゃないかなっていう、ちょっと私ねなんか読んでて不満な箇所が結構ありましたね。じゃあ私は何を参照したのかっていうと、これですよ。あの動画でもご紹介した遺言執行人のラグナル・ソールマン、彼が残したノーベル賞開催までを綴った、まあ、晩年の手記みたいな本ですけども、これ私持ってるのは英語版なんですよ。タイトルがThe Legacy of Alfred Nobel、 サブタイトル The Story Behind the Nobel Prizes ラグナル・ソールマン、で、Translated from the Swedish by 誰それ。もともと、まあ、ラグナル・ソールマンもね、スウェーデンの方ですから、スウェーデン語で書かれた本を英語に翻訳したものだと。まあ、日本語版ないんですよ、これ。あったかな？ちょっとわかんないわ。で、まあ、ノーベル賞関連の書籍の中で、これは間違いなく一次資料と呼べるものですね。開催に携わった当人が残した記録ですから。他にもね、まあ実は探せば結構ノーベル賞、もというとノーベル文学賞を扱った書籍っていうのは結構ポツポツあったりするんですけれども、まあね、内容がどうもね、ちょっと薄かったりとかね、特にひどかったのはね、こちら。ノーベル賞の舞台裏、共同通信ロンドン支局取材班、千曲新書から出てるものなんですけれども、まあ、ちょっと共同通信っていう時点でちょっと、ってなるじゃないですか。大丈夫？フェイク書いてないみたいなさ。案の定ね、結構これは、そのノーベル賞全般、物理賞、化学賞、医学賞、平和賞、文学賞、経済学賞まで網羅してる。で、この経済学賞のページが特になんかデタラメ書きまくりっていうか、かなりこう主観が入り混じった偏見みたいなのをいっぱい書いていて、特にこの経済学賞を扱った第4章の部分に関しては、ほとんどこの安倍政権批判したいがために書いたような、別にね、僕もそんな安倍さんはそこまで100点満点上げられるほどじゃないですけども、ひどいですよ。安倍政権もノーベル利用っていうチャプターがあったりとか、その中で消費税 10% を延期したことをなんかすごい批判してるんですよ。いや、まあ、デフレ脱却しないから、日本。デフレ脱却する前の消費増税は経済にとって害でしかないですから。大丈夫な頭この人みたいなね。まあ、相当だから安倍さんのこと嫌いなんだろうな。まあ、そういうなんかね、個人の思いみたいなのをこういう本で利用しないでよみたいな。で、この文章を書いた記者をさ、名前調べると思ったらさ、出てこないのさ。あるのは、この、共同通信ロンドン支局取材班っていう団体名だけで、どこを探しても個人名が出てこない。で、書いてある内容は、個人の主観みたいな。何これみたいな。こういう怪しい本に騙されないでくださいね。だから一応文学賞の部分もね、かなり詳細にいろんな情報書いてるんですけど、ちょっと僕信用できないんで、この本からはもうほとんど引用してないです。で、いろいろあるノーベル賞関連の本の中で、これすげえ面白いなっていうのが一冊あって、ご存知ですかね、こちらのね、
ノーベル文学賞に最も近い作家たち、まあ、ほぼタイトル通りの本なんですけれど、世界中にいるいろんな文学作家の中で今最もノーベル文学賞受賞の可能性がありそうな作家をたくさん集めて紹介しますみたいな本で、何がすごいってさ、初版が2014年の9月16日ね。で、ノーベル文学賞で毎年あの10月の第1週第2週で発表じゃないですか。だからこの本が出版されて翌月に2014年のノーベル文学賞、パトリック・モディアノさんは実はこの本では出てこないんですけれど、その次の年ですよ、2015年出てたの覚えてます？ベラルーシ出身のアレクシェービチさん、まあ、ジャーナリストとして初めてノーベル文学賞を受賞した女性の作家ですけれども、この本入ってるんですよ。そして翌年、これ予想できた人少なかったですよね。ミュージシャンのボブ・ディランが受賞しましたよね。あれは詩人としてって形ですけれども、まあ、詩の新しい形を提示してその長いこと続けてきたって部分が評価されたわけですけれども、この本ボブ・ディランも網羅してるんですよ。で、その次の年2017年の受賞者覚えてます？カズオ・イシグロさんですよね。網羅してるんですよすごくないですか、3年連続、まあ、正直ね、そのアレクシエビチとかカズオ・イシグロは分かりますよ。なんでボブ・ディランまで網羅できてんだっていうね。この本ね、面白いんですよ本当に。だからね、2018年も楽しみだったんですけども、まあ、残念ながらね、今年は受賞者発表ないですからね。来年2人同時、どうですか、その2人ともこの中に入っていたら。そう思うとチェックしてみたくなるでしょう。まあ、ノーベル文学賞関連はこの辺りかな。そしてね、来てしまったよね、今年の大本命、こちら森見留彦さんの熱帯。うちのチャンネルの動画でたくさん特集させていただいたし、まあ、助谷さんともね、こう熱いトークをたくさん交わすことができて、まあ、ほぼほぼ彼の森見留彦愛を浴びるように聞くような形での動画シリーズになってしまいましたけども、いや楽しかったんじゃないですかね。まあ、チャンネル的にはかなり盛り上がって、まあ、私もね、助谷さんの面白い話いっぱい聞けたんですごく楽しかったですね。だから私普段その日本の作家の本ってそんなに読まないんで、この本に出会えたっていうのは本当にね、幸せですよ。あと何読んだかな、まあ、この辺りにしとく。まあ、でも少ないよね、本当ね。とても読書好きと呼ばれる人の読む量ではないよね。まあ、あと文学と呼べるかどうかちょっと怪しいですけど、こちら、新章一家おしまいの話、美濃部美津子さん。これね、あの、古今亭新章師匠っていう、まあ、昭和の名人、落語家さんですね、の、長女、娘さんが上司してる本なんですけれども、まあ、お父様である古今亭新章師匠のお話ですね、を娘の視点から語っていくということでね、まあ、落語ファンにはたまらない本なんですけども、一番たまらないのは巻末の立川談志師匠との対談の部分なんですよ。まあ、これを手に入れるために買ったようなもんです。もう対談のタイトルからしてもたまらないですもん。古今亭にはかなわねえね、え、落語聞かない人はなんだか全然分かんないと思うんですけども、古今亭新章師匠の息子さんである古今亭新潮師匠と談志師匠っていうのは、まあ、ほぼほぼ同年代のライバル関係だったんですね。談志か新潮か、そんな時代があったわけです。で、先輩である談志師匠よりも先にこの新潮師匠の息子である新潮師匠、まあ、サラブレッドですよね、名人の息子ですから、が先に真打ちっていう、まあ、落語家としてのより高いくらい、まあ、真打ちを目指してみんな落語家になりますからね。新潮さんが談志師匠よりも先に真打ちに確執があったんですね。で、2000年代入って新潮師匠は亡くなってしまうんですけれども、その直後ぐらいのタイミングじゃないかな、これ2003年だもんね、この対談ね。で、この美濃部美津子さんっていうのは新潮師匠の長女であると同時に新潮師匠とは兄弟であるわけですよね。その美津子さんと談志師匠の対談ですからね。で、新潮師匠のことも語ってるわけですよ。まあ、これはいいか、うん、落語ファンは楽しめる本だ。あとね、あのジョルジュ・バタイユっていうね、フランスの1900年代に活躍した何でしょう、文芸批評家、まあ、作家として作品も書いたりしてるんですけども、なんかめちゃめちゃ頭いいのかめちゃめちゃぶっ壊れてるのかよく分かんない、なんかすげえ文章を書く人がいるんですよ。私大好きでね、それのほぼデビュー作にあたるこちらのドキュモン、まあ型はドキュマンって書いてあってますけども、ちょっとこれルビーの振り方間違えてドキュモンですね、うん、江沢健一郎さんの新訳になるのかな。まあ、精力的にね、このバタイユの著作の翻訳に取り組まれている方ですけども、まあ、その江沢健一郎さんの、ですね、バタイユ論とでも言いましょうか。この2冊をセットで読むと非常にね、楽しめるわけです。まあ、まだ全然ちょっと読めてないんでね、まあ、年末年始はもうこの2冊でほぼほぼ時間を使ってしまうかな。かね、まあ、まだ読めてないんですけど、こっちはね、ドゥルーズ語り。ロンチェウディップ入門講義、
まあ、アンチオイディプスってよく日本語ね、放題カタカナで付けられてるんですけども、まあ、原書のフランス語のタイトルはロンチオイディプ。なんでこういうルビ振っちゃうんだろうな。中村雅樹さんという方が、まあ、ドゥルーズっていうのはフランスの1980年代に人気を博した哲学者なんですけれども、まあ、ドゥルーズっていうのはね、本当に現在進行形の研究がされているような哲学者で、まあ、94年とか5年に亡くなってしまうんですけれども、投身自殺かな。まあ、なんか書籍なんかをペラペラとめくると、なんかなんかかっこよさげなこと言ってんだけど、なんかよくわからん。でもなんかかっこいい。いろんな解説本が出てるんだけど、どれも分かりづらい。そんな中、今年この中村雅樹さん、これめちゃめちゃ分かりやすい。で、同じくね、これはもう4年以上前になりますけど、小泉義則さん、ドゥルーズと狂気、同じくドゥルーズの哲学を分析した、こちらも非常に分かりやすくて、この2冊でだいぶ自分がなんかこう読み落としてた部分とか、読んでもなんかよく分かんないなみたいな部分がかなり拾えるんじゃないかなっていうことね。こちらもね、この年末年始の連休、ちょっと読むのが非常に楽しみな書籍ですね。読んでねえじゃんっていうね。まあ、だから、これらは、まあ、今年、2018年読んだ本ってより、これから読む本だね。じゃあまあ、そんな感じで文学作品、量的にはあんまり読んだうちに入んないかな。なんかもっと読んだような気がするんだけど、今手元にあるのはこんぐらいで、まあ、遅いんですよ、本当に読むのは。なんとかしたいですけどね。今度その速読っていうものに対して私が感じてることをちょっと動画にまとめて配信しようかなと思ってるんですけども、皆さん読むの早いですか？私はまあ多読って実はそんな興味なくて、満足しちゃってるんですね、自分読む遅さに。もうそれでいいじゃんって思っていて、とにかく深い読書体験ができるような限られた本をじっくりじっくり読んでいきたいっていう、そんな欲望があるんですよね、私にはね。じゃあもうちょっとだいぶ長くなっちゃったんで、最後まあ今年読んだ文学作品個人的ベスト3みたいなのを挙げて最後にしましょうか。じゃあまず第3位、こちら、フランツ・カフカ、城。まあね、読みやすいですよ、なんといっても。もう最初の2、3ページ読んだだけでもう吸い込まれていきますからね、物語の中に自然と。だしね、バス停のベンチで長時間読んでしまったっていうね、まあ、あの思い出も含めて、まあ3位かな。今年私ムーが読んだ文学作品のベスト2、こちら、森見登彦先生、熱帯。まあね、これもね、だから長時間立ち読みしちゃった本ですからね。あの前動画でちょっとお話ししましたけど、本屋さんでね、まあ、あれもだから夜の7時半ぐらいか、深夜の1時半、ほぼほぼ同じ時間、6時間ぐらいね、こう集中しちゃう、そういう性質の人間なのかもね。なんか動画見た視聴者さんからすごい集中力ですねみたいなって言われたけど、集中力っていうかさ、ただの迷惑な客だよね。なんとかしたいんだけどさ。じゃあ私ムーが今年読んだ文学作品第1位はこちら、ローレンス・スタントリストラム・シャンディ、これでしょ。いやもう本当にね、最高の読書体験でしたよ。まあ、この作品に関してはね、ちょっと今ここであんまり細かいこと言わずに、きちんとね文学マップの動画でねお話できればと思ってますので、いやもうちょっとかなり気合い入れて作りたいな、その動画は。いやこれ読んでほしいな、みんなにな、大好き。そしてね、さっき100点満点と言ったこちら、チャールズ・ディケンス、大いなる遺産。これはまあベスト3っていうかもう別格ですよ。100点満点って言ってますからね、私ね。だから割とね、読んだ量少ないんだけど、その一個一個はすごい濃かったっていうか、どれも自分の身になるような作品だったなって。素敵な言葉にいっぱい出会えたな、今年も。幸せな野郎です、本当に。なんか私思うんですけど、文学作品の名言みたいな感じで、よく名言ボットとかあるじゃないですか、ツイッターとかでも。ある文学作品の中の特に有名な 2,3 行の文章を引っ張り出してきて、まあ、それを名言としてさ拡散するわけだけどさ、100ページ200ページかけてじっくりとこう進めてきたストーリーの中の、もうここっていう場面に出てくるからいいっていうセリフがやっぱね、だってその取り出してきてさ、単独でまあ、味わいがある文章っていうのももちろんあるとは思うんだけど、でもやっぱりね、そのストーリーの中のこの位置、もう絶対ここじゃないとダメっていうさ、あるんだよね。そのことによってもう胸をかきむしられるようなさ、もう何とも言えない深い味わいをね堪能することができるわけでね。なんかその単発の言葉なり文章なりに期
待してもダメじゃないかなって文学作品を好きで読んでる立場としては最近よく感じてます。まあもういいかな。だってもう1時間半も喋ってますからね。編集してギュギュッと詰めますけど、皆さんどうでした今年2018年。私はね、来年2019年の目標としては、まあ、チャンネル登録者はね、いやそれは増えれば増えるほど嬉しいと思うんですよ。まあその YouTube で YouTuber として活動していくってことを考えると、やっぱ最低でもね1万名はねいると、なんかこう胸を張ってね、 YouTuber ですみたいなね。まあでも今1290名、いやこれはこれでね、なんかものすごく嬉しいんですけれども、できればもっと上を目指したい、貪欲にね。まあもちろん今まで続けてきたような文学マップの動画もね引き続きやっていきますけども、もっとね見やすく。で実はね、この動画ちょっと気づいてないかもしれないけど、新しくねマイクを導入してるんですよ。このコンデンサーマイクっていう綺麗に音を拾ってくれるマイクで、まあ、このマイク自体は私はあの音楽活動してるんで前から持ってたんですけども、それをこの屋外用の iPhone につないでくれる機械を購入しまして、うちのチャンネルの動画ね、まあ、映像はこのスマホに切り替えたおかげでだいぶ良くなったんですけど、やっぱね音声がね、以前配信した動画なんかをちょっと見返すとね、ちょっと音がねこれいかんなっていうのがずっとあって、今改善の第一歩を踏み出したところなんでね、吉と出るか凶と出るか、まあちょっとこの後編集で楽しみなんですけれども、まあ、もっとね楽しく見やすい動画を届けるように頑張りますのでね。とね、来年やりたいことの一つとして、ちょっと私あのやっぱ音楽活動をずっと続けてきている人間なので、来年はちょっとライブの本数を増やしたいんですよ。で私が作る楽曲は歌詞がその過去の文学作品の現象から引っ張ってきた言葉、文学の言葉と私の作るメロディーがこう融合するっていうね、そういう活動してるんでね、まあ、このチャンネルを通じてでもいいですけども、徐々にそういった私の音楽作品なんかもね紹介していけるような流れが作れていきたなっていうのも考えてます。まあ、今年はまあその布石作りみたいな話ですかね。まあその自分がやってるいろいろな活動をね、こう徐々にこう融合していけたらな、まあいろいろとね楽しんでもらえるような動画を配信していけたらなと思ってます。いやーまあ年内最後の動画ね、かなりダラダラ喋っちゃってますけど、どうなんだろうな、俺楽しいのかな、見ててどうでした、感想ください。まあ私はね今ね、こんなペラペラ一人で本棚の前で喋ってますけどね、まあ皆さんはお酒でも飲みながらのんびりとね動画を楽しんでいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ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 、もう遅いんで私もねいろいろですね予定もありますしね、まあ今後ともよろしくお願いしますよ。今日初めて私のね動画を見てるっていう方もね、まあ、ライブ配信とかね、チャット機能を使って交流したりとか、皆さんと、そういったことを増やしていきたいな。どうだろう、でもなんかその古典文学とか、世界文学とか、興味ある人そんなにいんのかなっていう不安がね、未だに尽きないですよね。まあ、あの、私より後に文学 YouTuber を名乗り始めた、あの文学作品の話をしないことで、おなじみの文学 YouTuber、ベルさんね、チャンネルなんかたまーにチラッと見ますと、まあ、チャットとかね、盛り上がってるんですけど、でもなんかそんなに本好きの人っていうよりかはね、どっちかというとあのベルさんのファンというか信者というかね、まあ、自分の好みの見た目の女性がなんかこう動画で喋ってて、まあ、それのファンですみたいな、そういう人たちですよね。一応体裁上ね、本に興味ありますみたいな形にしてますけど、多分お互いそんなに本好きな人じゃないと思うんで、ましてやね古典とか海外文学とかになるとどうだろうな、どれぐらいの人に興味があるのかな、まあ、そのあたりもねちょっとこのチャンネルを通してね文学に興味がある人と交流していけたらなっていうのもね一つ目的としてありますのでね、まあ、本当に忌憚なきご意見をね、まあ、コメント欄でも何でもいただけると私としてもすごくありがたいので、まあ、そういった部分は遠慮なく何でも聞いてください。あ、そうだ、この本棚ね紹介する動画も出そうと思ってるんですよ。なんかね方々でね、まあ、駆け出し YouTuber さんも含めていろいろみんな本棚紹介みたいなのやり始めてるんで、まあ、うちの本棚はこのチャンネルに合わせちょっと実はこのラインナップをねかなり文学マップ仕様にしてるん で読まない本はねほとんど売っちゃったんで、まあ今あるのはこんな私ですけど、まあね2019年いろいろやっていけたらなと思ってます。来年はだってもう7月から早くもねミドルマージ復刊とか文学的にもねいろいろ話題がありますしね、そういったね時事的な情報なんかもねいち早く取り扱ってこのチャンネルを通してねお届けしていければなと考えてます。ちょっともうちょっと長く喋りすぎだ。じゃあまあ本当にね皆さんねこの2018年本当に、お世話になりました。いやおかげさまでね私も最初はね手探りの中本当に不安な気持ちの中ね
まあ、自分を信じて、文学を信じて、好きな文学作品のね話を動画でね配信して、こうして続けていくことができたわけですけどもね、来年2019年も何卒よろしくお願い申し上げます。だからその文学作品を読んだ時のうわー楽しいっていうその気持ちをねこう共有してつなげていって、面白いのね連鎖が作れていけたらいいかなって。まあ結構ふざけた企画とかやりたいんですけどね、もっとね、なんかミニコントみたいなさ。まあ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 、今年はそんな感じで締めますか。皆様本当にね、良いお年をお過ごしください。私も過ごします。それじゃあ皆さん、2018年良いお年を。